画像は高野花孝治。昨年、事務所独立をめぐるトラブルを報じられていた元横綱、高野花孝治さんが6日にインスタグラムを更新し、独立したことを正式発表しました。高野花孝治さんはインスタグラムで白髭を蓄えた金営を公開し、MEGUENTERTAINMENT 株式会社との業務委託契約を終了し、個人で立ち上げた。 株式会社65、高野花事務所にて活動していく運びとなりました。これからは、一般社団法人高野花、含め、自身が考えていた理想像を追い求めるべく精進して参ります。テレビだけでなく、講演会やイベントなど全国を回りながらの活動も視野に入れ動いております。高野花の志す道を歩みたいと考えておりますので、 引き続きより一層のご指導、ご鞭達のほどよろしくお願い申し上げます。と、今後は個人事務所で活動していくことを報告しています。画像は高野花工事が個人事務所設立と MEGUENTERTAINMENT と契約終了発表のインスタグラム画像。株式会社65は、2015年に設立され、2018年までは元妻。 高野恵子さんが代表を務めていた会社です。高野花事務所は、高野花浩二さんが昨年8月に1歳年上の一般女性と再婚し、再婚相手の長男が設立し、所長を務めています。画像は高野花浩二と再婚相手の元カノ。高野花浩二さんの個人事務所設立後、 MEGU AINMENT ENT ERT、e、との業務提携契約終了を一方的に要求され裁判に発展する可能性がある状況について昨年11月に週刊誌「週刊新潮」が報じた貴乃花が反社とつながりにおわせ知人脅迫疑惑も再婚相手の息子が事務所設立し独立騒動が勃発「週刊新潮」がトラブル報道 こうした不穏な報道が再婚後に飛び出し兄花田勝さんがテレビ番組でこの件に言及し苦言を呈したことをめぐっても物議を醸しましたその後この件について特に続報はなく5月には相撲普及や相撲道を通じた青少年育成を目的とした一般社団法人高野花道場の称号を一般社団法人高野花に変更 そして運営体制を一新したことを発表しました。ちなみに、同法人は MEGUENTERTAINMENT の社長の夫が、多額の資金援助を行って設立したとも週刊新潮は伝えていました。これに続いて個人事務所での再出発が今回発表され、週刊新潮が伝えていた諸問題は無事解決となったのかは定かではなく、 いろいろと不穏な話も出ていただけに今後の活動にも不安は残りますが新体制のもとでのさらなる活躍に期待したいです元横綱貴乃花浩二が個人事務所を立ち上げたことを報告しました今後はテレビ出演だけでなく講演会やイベントなど全国を回りながら活動する予定です元横綱の貴乃花浩二氏が6日に自身の SNS を更新 個人事務所で活動ししていくことを発表したインスタグラムでこの度高野花は株式会社との業務委託契約を終了し個人で立ち上げた株式会社65高野花事務所にて活動していく運びとなりましたと綴り個人として活動していくことを明かしたネイビーのスーツ姿で腕を組み笑顔の写真をアップ これからは一般社団法人高野花含め、自身が考えていた理想像を追い求めるべく精進して参ります。テレビだけでなく、講演会やイベントなど全国を回りながらの活動も視野に入れ動いております。高野花の志す道を歩みたいと考えておりますので、引き続きより一層のご指導ご鞭達のほどよろしくお願い申し上げます。第65代横綱高野花工事と続け、 幅広く活動していく決意を述べた貴乃花氏は2018年9月に日本相撲協会を退職今年5月にこれまで活動してきた一般社団法人を一般社団法人貴乃花道場から一般社団法人貴乃花に称号変更したことを報告していたこの投稿に素敵な笑顔が見れて今までの悔しさがどこかへ飛んでいきましたねこれからも貴乃花さんを応援します 中高年の夢と希望です、などの声が寄せられている。放置新聞社、大相撲の元横綱の高野花光二氏が6日、インスタグラムを更新、個人事務所、株式会社65、高野花事務所を立ち上げたことを報告した。スーツ姿で笑顔の写真とともに、この度、高野花は MEGUENTERTAINMENT 株式会社との業務委託契約を終了し、 個人で立ち上げた株式会社65貴乃花事務所にて活動していく運びとなりましたとつづったこれからは一般社団法人貴乃花含め自身が考えていた理想像を追い求めるべく精進してまいりますテレビだけでなく講演会やイベントなど全国を回りながらの活動も視野に入れ動いておりますと記した貴乃花の志す道を歩みたいと考えておりますので 引き続きより一層のご指導ご鞭達のほどよろしくお願い申し上げますと締めくくった。高野花氏は22歳で第65代横綱に昇進。2018年9月に日本相撲協会を退職し、翌19年5月に高野花道場を設立。6日、元横綱の高野花工事さんが自身のインスタグラムを更新し、個人事務所設立を公表しました。 高野花孝二さん好評全文。この度、高野花は MEGUENTERTAINMENT 株式会社との業務委託契約を終了し、個人で立ち上げた株式会社65高野花事務所にて活動していく運びとなりました。これからは一般社団法人高野花含め、自身が考えていた理想像を追い求めるべく精進してまいります。テレビだけでなく、 講演会やイベントなど全国を回りながらの活動も視野に入れ動いております。高野花の志す道を歩みたいと考えておりますので、引き続きより一層のご指導、ご鞭達のほどよろしくお願い申し上げます。第65代横綱高野花工事全文以上、高野花さんは2019年に設立した一般社団法人について、一般社団法人高野花と称号を変更し、 運営体制も一新したと先月下旬にインスタグラムに投稿していました社名は株式会社65高野花事務所となる大相撲の元横綱高野花工事氏が個人事務所で活動することを6日自身のインスタグラムで報告したこの度高野花は MEGUENTERTAINMENT 株式会社との業務委託契約を終了し個人で立ち上げた 株式会社65高野花事務所にて活動していく運びとなりましたと報告したそしてこれからは一般社団法人高野花含め自身が考えていた理想像を追い求めるべく精進してまいりますテレビだけでなく講演会やイベントなど全国を回りながらの活動も視野に入れ動いております高野花の志す道を歩みたいと考えておりますので 引き続きより一層のご指導、ご鞭達のほどよろしくお願い申し上げますと綴った。最後に、第65代横綱高野花公司と記した。高野花氏は2018年9月25日に日本相撲協会を退職し、MEGUENTERTAINMENT、e e、株式会社と契約していた。巨人、桑田昌美二軍監督の息子で音楽家。